はい、皆さんこんにちは。英語でそうかでございます。ご視聴くださいましてありがとうございます。はい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 、さて今回はですね、仕事で行き詰まっている時に対する相関の哲学ということで、これはですね、〇〇に対する相関の哲学シリーズというのがあるんですけれども、第何弾でしょうかね。もう忘れちゃいましたけれども、一つのことを毎回テーマにいたしまして、いろんな書籍からいろんな先生の励ましの言葉などなどをご紹介するというもので、例えば今までには、ですね、人間関係の悩み、いじめだったりですね、離婚なんていうのもやりましたし、病気になるということ、あるいは死ぬということ、こういったその生老病死のことだったりというのを過去にも取り上げさせていただいておりますし、あとは疲れた時に読む相関の哲学とか、いろんな角度で、ご紹介しておるわけなんですけれども、本当にですね、いろんなことが書かれているんですよね、あの学会の書籍というのは。はい、まあ、ですので、ご興味のあるものから毛嫌いせずに、はい、お手に取って見ていただければですね、意外といいこと書いてたりしますし、自分に今必要な、捉え方というのがそこから見えて見つかるかもしれませんからね、まあ、結構具体的なんですよね、学会のその励ましというのは。はい、一人一人が生き抜いていく上でぶち当たるこういろんな悩みに沿ったものというのがたくさんありますのでね、本当になんて言うんですか、クックパッドみたいにクックパッド、これブログでこれ言ってすっごい怒られた記憶があるんですが、なんつってたっけな、まあ、クックパッドみたいに探せるよって言ってたんですよね、クックパッドっていうウェブサイトがあるんですけど、いろんなね料理調理法っていうのが載っているサイトですよね。クックパッドの秀逸なところというのは、自分が、まあ、調理したい具材をその自分の調理場で自分の家にあるものを使って調理することができるという、はい、そういうのを探したりするときに、まあ、非常に便利なサイトなんですけれども、まあ、そうやってこう自分がやれる調理法を見つけることができるわけですね、何が言いたいかというと、まあ、例えばそのどんなに素晴らしい料理だとしても、その自分の生活にかけ離れた調理法を言われてもできないわけですよね、ね、土掘ってそこに焼いた石入れてねって、アパートに住んでる私にね、その調理法がいかに素晴らしいと言われても困ってしまうわけです。はい、実際に自分がやっていくというのは難しい。はい、だからその自分の持っている悩みというそういう具材をですね、はい、どう料理すればいいのかと、まあ、例えばその南無法蓮華経と唱えるんだよと、それが正解ですよっていうことが分かっても、それで自分の抱えている悩みという具材をどう調理するのか、まあ、ここが難しかったりするわけなんですよな。だってそのね、学会員であれば基本的にはその朝晩題目を上げてますよ。はい、でも何かがうまくいかない、いってない、まあ、今回のような仕事でなんか悩みがあるよってね、こういうのも具体的な具材じゃないですか、ですからその、まあ、題目を上げてるんだったら、まあ、さらに深く題目を上げられるように、そしてその具体的にその悩みにこうどう向き合っていったら いくのがいいのかということを、まあ、いろんな書籍がありますから、いろんな書籍からヒントをもらって、その自分の悩みに応用する、
まあ、その特に今回、まあ、主に出していくんですけれども、私たち小説人間革命、新人間革命という、こう有名な書籍があるんですけれども、まあ、この人間革命のについての紹介動画、過去にやっておりますのでリンクを貼っておきますが、その要は仕事に関するものであれば、この人間革命、新人間革命の右に出るものはないんですな。うん、その仕事に関する励ましの言葉っていうのは、まあ、どの書籍からも無限には拾えるし、まあ、そもそも学会を歩けば仕事の励ましに当たるんですが、ね、特にその小説人間革命、新人間革命っていうのは本当にね、いろんな人の悩みが載ってまして、そのそれぞれがね、それぞれの主人公がそれぞれがどう向き合っていったのかということに特化していますので、うん、まあ、生きていく上でぶつかるであろうさまざまな悩みというのが、こう全て載っていると言っても過言ではない、うん、あの本当に最強のクックパッドですからまた怒られるかよ。はい、でもそのね、自分の悩みとその似たようなものが必ずどっかには載ってて、で何かしらね、乗り越える具体的なヒントというのが載っておりますので、うん、まあ、そもそも小説としてもすごく面白いですし、うん、ぜひまだお読みになられていない方はね、あの本当に何かしら心に残る言葉というのは見つかると思うんでね、あの機会がありましたらぜひぜひあのご覧になっていただければと思うんですが、まあ、あのね、小説長いですから、うん、まあ、まずは今回のようにね、一部分をこうテーマ別にこうやって抜粋して、まあ、お借りする形ですけれども、まあ、少しだけ皆さんにこうやって見ていただいて、まずは、まあ、まずはどんな感じのやつなのかということを知ってもらいまして、ね、あのこうやって YouTube というのはね、いろんな方がこう自由にお聞きになっていると思いますので、まずはちょっと触れてもらうというようなところを私やっていきたいなというふうに思っちょるわけでございますよ。うんうんうん。ね。前置きがいつも長くてすいません。はい。いつも通り。はい。でございますけれども、今回のテーマですね。仕事で行き詰まる。まあ、仕事で悩む。まあ、仕事で悩むってこう、いろいろあるじゃないですか。ね、仕事。その、何かが自分の思い通りにはいかない、進んでいかない。ね、例えば、評価されないとか、うん、成績を出せないとか、まあ、安定しないとか、まあ、いろいろあるわけです。ね、で、仕事に関する全てのケースっていうのはここではね、載せれないので、まあ、著作権もありますし、はい。なので、今回取り上げるものというものは、もしかしたら、そのご自身、聞かれて、ね、今お聞きになっているご自身の今の仕事の悩みとはちょっと、違うものだったりするのかもしれないですが、まあ、共通する部分も見つかるかもしれませんので、はい、まあ、今回読んだらわかるかと思うんですけれども、その言ってることの根幹は基本同じですので、ご自身が悩んでいるものにもきっと応用できるその何かを引っ張ってこれるとは思いますのでね、うん、はい、ということで、ご紹介するんですが、メインは小説人間革命、新人間革命の中から引っ張ってくるんですけれども、人物の名前とか、まあ、地名とかいろいろ出てくるんですね、あの小説の中には。で、それを入れるとちょっと分かりづらくなっちゃうので、なるべく出さずに固有名詞を、なのでお名前とかをちょっと省略したり変えてます。必要なその箇所だけこう部分的に抜粋をするというやり方をしますので、このご紹介するストーリーの前後というのをちゃんと知りたいと思われ
った方は、あの人間革命の何巻を私利用したかというのを載せますので、はい、ご興味があればその巻全体を読んでいただければ流れがわかるかと思いますし、まあ、あの人間革命お持ちでない方はもうそこら辺の学会に捕まえて聞いていただければ大体持ってますので、ちょっとすいませんけど何巻ちょっと貸してやっていう風に言ってもらえれば、はい、喜んで貸してくれると思いますので、はい、ということで小説人間革命の中からですね、うん、仕事においての悩みというところの箇所をちょっと覗き見していきたいなというふうに思っております。はい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 、それでは参りましょう。 Let's check it out。 入社2年目を迎えようとしていたが、売上は営業所で最下位で大きな壁に突き当たっていた。上司からは毎日のように叱咤され、日々悶々としていた。転職した方がいいのかもしれない、そう思い悩んでいた時、男子部の先輩に指導を求めた。先輩は自動車のセールスマンをしている同じ区内に住む少年部を紹介してくれた。40代半ばでだいぶ六長している。営業成績は常に会社でトップクラスのセールスマンだよ。仕事のことは相談してみるといい。数日後、青年は近くの会館にその少年を訪ねた。その少年はどちらかといえば身なりも地味で素朴な印象を受けた。そして温かさと誠実さが感じられる人であった。青年は自分の悩みを打ち明けた。そうですか、今が難所ですね。でも焦って自分を追い込んじゃダメですよ。車を売ることはもちろん大事ですが、売れなくて怒られてもめげないことの方がもっと大事なんです。これからなんですから。営業成績が好調で意気揚々としてる社員はたくさんいます。しかし売れなければ大抵くよくよしてやめようかなどと考えてしまう。だから最悪な状況でも落ち込まずに元気でいる社員の方が素晴らしいのではないかと思っているんです。こう言ってその少年はニコッと笑った。実はね、成績不振の時、私はそう自分に言い聞かせてきたんですよ。私はセールスの基本は一人の人間としてお客様の信頼を勝ち取ることだと思っているんです。そのためにこのお客様のために何ができるか、どんな力になれるのかをいつも考えるようにしています。例えば車を売ったら売りっぱなしにするのではなく、その後も必ず訪問し車の調子をはじめ、何か不都合なことはないかなど伺うようにしてきました。足しげく訪問するうちにお客様は次第に様々な相談をしてくださるようになります。家を改修したいけどいい業者はいないかとか、糖尿病の名医を紹介してほしいとか、いろいろです。私はこの時とばかりに精一杯お世話をさせていただきます。そうした中で私を信頼し、車を買い替える時には必ず声をかけてくださる方がかなりおります。また新しいお客様も紹介してくださいます。結局お客様に助けられてきたというのが実感なんですよ。まず必要なのはどんなところでもぶつかっていこうという勇気ですね。それがないと新規開拓はできず、やがて行き詰まってしまいます。また最初は剣もほろろな応対をされることもあります。しかしそれでも諦めずに2度3度と顔を出し話をしていくことです。粘りです。断られてからが戦いなんです。私は仕事は足で稼ぐものだと思っています。成績がなかなか伸びずにいた時、こう決意したんです。自分には卓越した能力なんてない、それなら努力しかないじゃないか。訪問件数にしても人が80件回ったら私は100件回ろう、人が100件回ったら150件回ろう、そしてただただ誠実に応対していこう。あえて言えばこれが私の指針なんです。青年はその少年の話を聞いて、仕事に対する自分の甘さを痛感した。考えてみれば営業で1日に回る訪問件数もだいたい 5,60 件で終わっている。また訪問してすげなく断られたりすれば脈はないものと考え、二度と行こうとはしなかった。青年は自分は挑戦せずに負けていたのだと思った。
青年さん、少し疲れていますね。山本先生は社会で活躍するには健康、生命力が大切であると指導されていますよ。断られてもめげずにもう一件、もう一件と挑戦していくには生命力が必要です。またこちらが元気でハツラツとしていなければ商品に対してお客様に夢を感じていただくことはできません。私はセールスというのは生命と生命の共鳴によって成り立つものであると思っています。ですから強い生命力を予言させるために何があっても題目第一に徹しているんです。私は特に朝の商談に勝負をかけています。今日も必ず勝たせてください。いや、勝ちますと真剣に祈るところから一日が始まります。実は私の仕事への取り組み方は全部学会活動の中で教わったものなんですよ。学会の指導通りにやれば、みんな必ず職場の勝利者になりますよ。青年は自分に何が欠けていたのかが痛いほどよくわかった。彼は奮起した。自分も題目第一、努力第一で行こうと決めた。この月青年は車2台を売り上げた。翌月は5台、翌々月は8台と不振を脱し、年末には実績が評価され、職場で表彰されるまでになったのである。山本慎一は聞いた。不作になってしまった原因は何ですか？気候のせいにもあったように思いますが、同じ野菜を栽培して成功した方はいますか？ええ、います。でも大抵の人が不作です。肥料に問題はありませんか？詳しくはわかりません。手入れの仕方には問題はありませんか？土壌と品種との関係はどうですか？さあ。少年は新一の問いにほとんど満足に答えることができなかった。この人は自分なりに一生懸命に働いてきたに違いない。しかし誰もが一生懸命なのだ。それだけで良しとしているところに甘さがあることに気づいていない。新一は鋭い口調で語り始めた。まず同じ失敗を繰り返さないためには、なぜ不作に終わってしまったのか、原因を徹底して究明していくことです。成功した人の話を聞き参考にするのも良いでしょう。そして失敗しないための十分な対策を立てることです。真剣勝負の人には常に研究と工夫がある。それを怠れば成功はない。信心をしていれば自分の畑だけが自然に豊作になるなどと思ったら大間違いです。仏法というのは最高の道理なのです。ゆえに信心の強情さは人一倍研究し工夫し努力する姿となって現れなければなりません。そしてその挑戦のエネルギーを湧き出させる源泉が真剣な商談です。それも誓願の商談でなければならない。誓願ですか。誓願というのは自ら誓いを立てて願っていくことです。祈りといっても自らの努力を怠り、ただ棚からぼた餅が落ちてくることを願うような祈りもあります。それで良しとする宗教なら人間をダメにしてしまう宗教です。日蓮仏法の祈りは本来誓願の商談なんです。その誓願の根本は光線ルフです。つまり私はこのブラジルの光線ルフをしてまいります。そのために仕事でも必ず見事な実施を示してまいります。どうか最大の力を発揮できるようにしてくださいという決意の商談です。これが私たちの本来の祈りです。その上で日々自分のなすべき具体的な目標を明確に定めて一つ一つの成就を祈り挑戦していくことです。その真剣な一念から知恵が湧き、創意工夫が生まれ成功があるのです。つまり決意と祈り、そして努力と工夫が揃ってこそ人生の勝利があります。一攫千金を夢見て一山当てようとしたり、うまい儲け話を期待するのは間違いです。それは信心ではありません。それでは観念です。仕事は生活を支える基盤です。その仕事で勝利の実証を示せなければ、信心即生活の原理を立証することはできない。どうか安易な姿勢は一切排して、もう一度新しい決意で全根を傾けて仕事に取り組んでください。はい、頑張ります。少年の目には決意がみなぎっていた。新一は農業移住者の置かれた厳しい立場をよく知っていた。その中で成功を収めるためには何よりも自己の安易さと戦わなくてはならない。敵は我が内にある。
逆境であればあるほど人生の勝負の時と決めて挑戦し抜いていくことである。そこにご本尊の栗木が現れるのだ。ゆえに逆境はまた仏法の力の証明のチャンスと言える。すべて希望通りの会社なんてないのが普通だよ。むしろ自分の挙げた条件の中で一つでも二つでも叶えばよかったと考えるべきだ。仕事は趣味とは違う。月給をもらうんだから大変なことや苦しいことがあるのは当然です。どんな会社でもいい。そこで頑張り抜くことが大事だよ。君たちは有名な大企業なら安定していると思っていないかい？世の中に安定している会社なんて一つもありません。社会が激動しているんだから。日々激戦に勝ち抜くためにどの会社も必死です。発展している会社は常に商品開発や機構改革などを行い、真剣に企業努力をしています。例えば食品会社にしても医療品の分野に進出したり、生き残りをかけて懸命に工夫研究し活路を開いているんです。どの業界も食うか食われるかの戦いです。昨日まで順調であっても今日どうなるかわからないのが現実なんです。大会社に入っても別会社への出向もあれば人員整理もある。また倒産することだってあるでしょう。だからこの会社に入れば安心だ、将来の生活が保障されたなどと考えるのは間違いです。就職する限りはどんな仕事でもやろうと腹を決めることです。例えば出版社で言うと多くの人は編集をイメージするが、会社には経理もあれば営業もある。また受付もあれば清掃や営善を担当する部門もある。有名出版社に入ったとしてもどこに配属されるかは分かりません。また自分の好きな部署に配属されても部署は状況に応じて変わっていくものです。社会も企業も常に変化変化の連続です。その時に自分の希望と違う職場だから仕事についていけないとか、やる気が起こらないというのはわがままであり惰弱です。敗北です。就職すれば全く不得意な仕事をしなければならないこともある。嫌な上司や先輩がいて人間関係に悩み抜くこともあるかもしれない。しかし仕事とは挑戦なんです。そう決めて職場の勝利者を目指して仕事に取り組むとき、会社は自分を鍛え磨いてくれる人間修行の場所となります。私は青年時代に戸田先生の会社に少年雑誌の編集者として勤めました。編集長にもなりました。ところが先生の会社は経営不振に陥り、私がやることになったのは全く畑違いの最も苦手な金融の営業でした。しかしどうせ働くならばその道の第一人者になろうと、毎日泣くような思いで懸命に努力しました。苦労の連続でした。でもそれによって戸田先生の授業を再建することができたんです。またその中で実に多くのことを学びました。それが私の人生の力となっています。会社をただ給料をもらうためだけの場と考えるのは使用人根性です。その考え方だと一定の給料であれば一生懸命に働くことは損だということになる。それでは結果的に会社のお荷物になってしまう。戸田先生もよく新人は一人前、仕事は人の三人前働きなさいと言われていた。こう言うと、一日は24時間しかないし、体も一つしかないのに、仕事も頑張れ、学会活動も頑張れというのは矛盾しているのではないかと思う人もいるでしょう。もしそれを矛盾というなら、すべてが矛盾になってしまう。現実の生活の中で要請されていることも、考えてみれば相反することばかりです。仕事で何かを生産する場合も、良い製品を作れと言われる。それにはより多くの時間がかかるのに早く作ることが求められる。御所にも一見相反するかのように思えるご指導もあります。例えばあるお手紙の中ではたった一辺の題目でも成仏できると仰せになっています。しかし別の箇所ではどんなに題目を唱えても方々があれば全くくどくはないという意味の指導をされている。またあるお手紙では120まで生きても名を汚して死ぬよりは1日でも名を上げることが大事であると述べられている。ところが他のところでは若死ににしてしまえば何にもならないとの仰せもあります。何事にも両面があり、一方に偏らないからこそ人間的なのです。つまり人間が生きるということは相反する課題を抱え、その緊張感の中でバランスを取りながら自分を磨き、前へ前へと進んでいくということなのです。
だから仕事なら仕事だけ一本に絞ればすっきりすると思うかもしれませんが、何かを投げ出そうとするのは誤りです。仕事、勉強、そして学会活動と大変であることはよくわかっています。しかし苦労してそれをやり遂げていくところに本当の修行があり、期待がある。またその苦労が諸君の生涯の財産になるのです。苦しいな、辛いなと思ったら寸暇を見つけて祈ることです。祈れば挑戦の力が湧いてくるし、必ず事態を開くことができます。そしてやがては自由自在に高専ルフのため活動に励める境涯になっていきます。皆苦労することは損だと思っているが、長い目で見れば得なのです。それが全部自分の財産になる。だからうんと苦労し、苦労を楽しもうよ。信心は干渉ではない。泣いたからといって何も解決しないではないか。あなたにはご本尊があるではないか。迷ってはいけない。ハンディを嘆いて何になるのか。いくら嘆いてみても事態は何も変わりません。また、すべての人が何らかの悩みを抱えているものだ。一切が恵まれた人間などいません。学会子ならば、どんな立場や状況にあろうが、果敢に挑戦し、人生に勝っていくことだ。どうなるかではなく、自分がどうするかです。本当に教員になりたければ、必ずなってみせると決めなさい。もし大学に進学することが経済的に大変ならば、アルバイトをして学費を作ればよい。夜学に通ってもよい。使命に生きていこうとすることは理想論を語ることではない。観念の遊戯ではない。足元を見つめて現実を打開していくのが信心です。困難を乗り越えていく姿の中に信心の輝きがある。いかなる状況下にあっても、誰よりも力強く、誰よりも明るく、誰よりも清らかに生き抜き、自分は最高に幸福であると言い切れる人生を送ることがあなたの使命なんです。一流を目指すことは大いに結構です。しかしそのためには一段階一段階の目標を明確にし、日々徹底した努力と挑戦がなければなりません。夢と決意とは違います。ただこうなりたい、ああなりたいと思っているだけで血のにじみ出るような精進がなければ、それは儚い夢を見ているに過ぎません。一流になろうと本当に決意しているならば、そこにはすでに行動がある。すでに努力があります。成功とは努力の積み重ねの異名です。夢と憧れだけを描き、真剣な精進がなければ、気ばかり焦り、現実はますます惨めになってしまう。大切なのは足元を固めることです。仏法は最高の道理であり、その努力の中に信仰がある。大切なのは生命力ですよ。わかりますね。人間は仕事がなくなってしまえば落胆するし、ましてや先が見えない状況になれば無気力になったり心がすさんでしまったりしがちです。その時に生命力にあふれ元気に勇んで挑戦しようとする姿は人々にかけがえのない勇気を与えます。勇気は波動していきます。また、学会員の前向きで元気な生き生きとした挑戦の姿は仏法の力の証明になります。宗教の力は人の生き方にこそ現れるものなんです。転職して新しい仕事に就くとなれば、炭鉱での技能や経験は生かされない場合が多いでしょう。それだけに挑戦力に富み、元気で粘り強く発達としていることが大事になります。企業側も悲観的で無気力な人を雇おうとは思わないものです。つまり、厳しい状況になればなるほど、磨き鍛えてきた生命という心の宝は輝いていくんです。閉山だろうが、不況だろうが、心の宝は壊されません。なくなりもしません。そして心の宝から全てが築かれていきます。いわば逆境とはそれぞれが信心の素晴らしさを立証する舞台と言えます。人生の勝負はこれからです。最後に勝てばいいし、必ず勝てるのが信心です。苦闘している皆さん方に今の苦境を必ず乗り越えてください。必ず勝てます。勝利を待っておりますとお伝えください。人間革命じゃないやつ、おまけだよ。強い人は幸福です。ただし強さというのは相対的なものです。環境と自分の生命力との関係です。生命力が弱くしぼんでいるとつまらないことにもイライラし左右されて行き詰まり不幸を感じる。
少し生命力が拡大して、家庭内のことなら解決できるだけの生命力になる。これなら家庭内のことでは行き詰まらない。しかし一歩、地域のこと、町内、市内の問題となると行き詰まる。また、仮に一国を悠々と繁栄の方向へ軌道に乗せていける生命力を持つ人がいても、いざ自分自身の生老病死の問題となると行き詰まってしまう。法華経とは何があっても行き詰まらない宇宙大の生命力を教えた経です。無限に湧き来る大生命力を全人類に与えるのがこの仏法なのです。故に、妙法への信心が強い人こそが最高に強い人であり、最高に幸福な人であると結論できる。幸福とは環境だけで決まるのではない。大邸宅の中で泣いて暮らしている人もいる。しかし、幸福とは環境と無関係に決まるものでもない。子供に食べさせるものもなくて、私は幸福だと言ってもそれは嘘です。幸福とは環境と自分の生命力との関係で決まる。悪い環境に支配されたら不幸。悪い環境でもこちらが支配し左右していけば幸福です。はい、どうでしたでしょうか。はい、有名どころですね、ピックアップしただけですので、今回はね、学会員であれば知っている内容のものが多かったかもしれないですがね、ね、おっさんでも若者でもね、仕事上ではいろんな挑戦があるもんですよな。ね、ですからその弱気になったり落ち込んだりね、沈む気持ちをこうグッと持ち上げることができる何かを持てるというのはやはり幸運だなというふうに思うわけでございます。はい、どうでしたろうか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それでは皆さん、素晴らしき人生を英語で総括でした。またね。